はい、皆さんこんにちは、物販講師の黒沢です。先日商談のためタイのバンコクに行ってきたんですが、その際訪れたチャトゥーチャックウィーケンドマーケット、チャトゥーチャック週末市場の様子っていうのをお見せしたいと思います。今回の映像と、あとは以前、まあ、要するに現在の例の件で大混乱する前の通常のチャトゥーチャックウィーケンドマーケットの映像っていうのも比較として一緒にお見せしますので、ぜひぜひ見ていただければなと思います。まずご覧いただいている映像は、宿泊したアンバサダーホテルバンコクから7駅、最寄り駅に向かって歩いていく様子です。こちらのホテルっていうのは、今正面玄関から出てメインの道を歩いていってるんですが、このメインの道っていうのが結構狭いんですね。でもこのホテルには裏道っていうのが2箇所ありまして、そちらの裏道を通っていくと、途中まで車や人の往来を気にすることなく歩いていくことも可能です。やはりですね、タイ・バンコクを訪れた時はいろんな宿泊の場所ってあると思うんですが、個人的には特に生徒さんと夜バーに行ったりだとかクラブに行ったりするってことも考えると、こちらの7駅近く、もしくはその隣の麻生区駅近くのホテルっていうのが非常にどこに行くにもアクセスがいい場所なんじゃないかなって思います。こちらから電車に乗ってチャトゥーチャックまではだいたい20分、30分ぐらいでドアトゥードアで着く距離かなっていうふうに思います。さて、映像変わりまして、早速チャトゥーチャックの市場がある最寄り駅まで着きました。小腹が空いたので、近くの屋台でですね、4個で20バーツ1個だいたい5バーツだいたいというか1個5バーツのパンを、揚げパンみたいなものを買いました。5バーツっていうとだいたい 3.3 ぐらいかければいいので、日本円にすると1個16円ぐらい、16円17円の揚げパンをもぐもぐ頬張りながら、ちょっとですね、この駅からチャトゥーチャックの市場までは徒歩でまた少し5分から8分ぐらい時間がかかりますので、歩きながらチャトゥーチャックの市場に向かっていった次第です。ご覧いただければわかる通り、やっぱりマスクしてる人っていうのは比較的多いんですけれども、多くの人っていうのが、例えば自分みたいな日本とか、あとは中国とかの人たちか、インド系の人たちか、一部の白人、あとはホテルの人たちだとか、そういった店員さん関係の人がマスクしてる人は多かったですね。全員が全員してたっていうわけじゃないです。早速チャトゥーチャックの卸市場に入っていったんですが、まずこの瞬間からあれおかしいなと思いました。ウィーケンドマーケットですから、土曜日と日曜日しか開催しないんですが、あと確か水曜日に植木の市は別途開催されるみたいなんですが、人が少なすぎるんですよね。まあ、結構人いるじゃん、言うてもいるじゃんって思うかもしれないですけれども、いつもの普段のチャトゥーチャックと比べると人の数がものすごく少ないので、正直唖然としました。じゃあ普段どのぐらい人の数がいるのかっていうのを次の映像でお見せしますね。はい、こちらが普段のチャトゥーチャックウィーケンドマーケットの様子です。ご覧ください、この人の数。東京でいうと原宿の竹下通りとまではいかないかもしれないですけど、とにかくめちゃめちゃ人多いですよね。これが普通のウィーケンドマーケットの日常なんですよ。日常的な人の数なんですよ。それと比べて今回の人の数っていうのはめちゃめちゃ少ないんですよね。またこの後先日撮ってきた映像に戻しますので、ぜひ見比べていただきたいです。で、このチャトゥーチャックウィーケンドマーケットのオーナーたちって今悲鳴を上げてるっていう話を、その商談を行うついでに、その知り合いの取引先の業者のオーナーと、まあ、茶をしばきながら、茶を飲みながら話していて、いろいろな話を聞きました。っていうのも、賃料見てください。本当ここですよ。先日の様子こんな感じ、ガラガラでしょ、普段と比べると。
やばいですよね、この状況を見てみると。で、話戻すと、こちらの一つ一つの店舗のオーナーの人たちが賃料が払えないっていうことで、この撮影日の前日にデモが起きてたっていうことです。このチャトゥーチャックに隣接する建物っていうのが建てられました。デパートみたいなものなんですが、そのデパートも、まあ、卸市場の延長ではあるんですが、チャトゥーチャック市場の延長として綺麗な建物が建ったんですが、その建物の前で賃料下げてくれ下げてくれっていうデモが起こったとのことです。本当に深刻な状態に直面しているということで、自分が取引しているオーナーもあさっての方向を見てるというか、なんか目がぼーっとしていて、これからどうしていけばいいんだみたいなことをものすごく悩んでらっしゃいましたね。私はバイヤーとしてオーナーに何ができるかっていうと、当然ながらそこで商品をお願いして、商品を作ってもらってそれを売るってこと。やはりですね、私がそれこそお金をあげるっていうこともやろうと思えばできるんでしょうけれども、お金をあげたところでですね、それは魚を人にあげてもその人は一日生きられるけれども、魚の釣り方を教えればその人は一生生きられるという言葉にある通り、一時しのぎでしかないんですね。だからお金をあげるのではなくて、ビジネスという正当なやり取りの中でお互い利潤っていうのを持てるようにする。私の場合であれば、その人本当に素晴らしい革製品の業者さんなんですけど、その業者さんに製品を作っていただく、そのお願いをして、で製品を作っていただいて対価としてお金を払うと。もちろんその人たちにも利益があるし、その商品を適切に販売する私にも利益がある。こういったことを通してですね、自分の知り合いの業者、本当に皆さん三方よしの素晴らしい人たちなので、少しでもその人たちっていうのがこの混乱の最中しっかりとビジネスを継続していけるように、お互い笑顔になれるように、自分自身も今後も日進月歩邁進していきたいなっていうふうに改めて感じた今回のタイでした。今回湘南のために訪れたんですが、裏テーマっていうのはこのタイの現場を見てみたいっていう思いがあったのと、あと自分が個人的に日本の混乱の中で本当にネガティブなエネルギーが鬱積してしまっているので、そこから脱出したいって思いも正直あったんですよね。現在もういきなりタイに行く、意味がなくタイに行く、遊びに行くっていうのはなかなかできる状況じゃないですけれども、ぜひ今回私が撮った数少ないこういった卸市場の動画ではありましたが、皆さんも今回のタイの現状、混乱の最中のタイの現状っていうのを知っていただくきっかけになればなと思います。